吉谷さん、与沢坪さんがね、吉谷さんと似たようなことを言ってましたね。もうご存知だと思いますけども、与沢坪さんってお父さんお母さんに育てられたわけじゃなくて、おばあちゃんに育てられたらしいんですよね。で、祖父母の家に預けられて、そこがなんか結構なね、老舗の旅館だったらしいんですよ。で、お客さんはどんどん減っていってるんですけど、そんな感じだったんですけども、とりあえずお金に不自由したことなかったらしいんですよね。で、旅館を継ぐかどうかっていうと、そこまでその旅館の、身行く末っていうのは明るくなかったけど、とりあえずおじいちゃんおばあちゃんの代は十分しっかりと豊かに過ごせるということだったらしいですよね。で、与沢坪さんが思ったのは、今の豊かさっていうのはこの旅館が繁盛してて金があるからだと。で、金がないとこれがもう過ごせなくなるのかと思ったら、お金がないことっていうのがね、すごく怖かったらしいんですよ。だから稼ぐことに10代の頃からね、かなり力を入れて、中学高校の頃にはその原付とかをね、バイクとかをその回収してきて、で修理して、で5万とか10万リザーつけて売るみたいなことで、稼いだらしいんですよね。で、18歳までに当時新車の700万ぐらいするセルシオだったかな、それを買うことになったっていうふうに言ってましたよね。だからそのお金がないことってものすごく怖いなっていうところから、お金がない状態にならないぞっていうエネルギーが湧いてきたそうなんですよ。だからまさにね、私も吉谷さんも多分同じだと思いますけども、今の豊かさとか今の生活を失いたくないからやりますよね、やっぱりね。私も隠居と言いながら、ビジネスをしていないと言いながらね、ビジネスを多少しますし、あとは投資の利回りとかにやっぱこう依存しないように、できれば目先のお金っていうのはビジネスをして現金作って、それによって投資の利回りとか元本っていうのをなるべく使わないように、使うとしても数年後とか十数年後に後ろ倒しになるように、資産の保全っていうのはね、やっぱり真面目に考えてますね。やっぱ今の暮らし失いたくないですし、50代とか60代になってね、いきなり「はい、お金ありません」とかになったら、これまあ悲惨ですからね。ですんで、私はこれからもしっかりと速稼塾と二人三脚でやっていこうかなと思いますし、自分自身速稼塾の一番最初のね、生徒と思って、塾生だと思って速稼塾にこれからも学ばせていただこうかなと思っているところですね。逆にですよ、今の暮らしが苦しくて抜け出したい方は、じゃあその苦しさを続けることが怖くないのかなとかね、気がついたらもういくらやる気になっても手遅れになってましたとか言ったら、本当に泣くに泣けない、笑えない冗談の人生になっちゃいますからね。本当に私はね、いつからでもいいから人は待っててほしいなと思いますし、今の時代だったら50代だろうと60代だろうと私はできると思う。それがね、1億円じゃなくても、プラスの1億円じゃなくても、プラスの1000万でも、プラスの100万でもすごいじゃないですか。だからそういうところに手をかけていただいて、あ、本当に稼げるんだなと。じゃあもっと頑張って100万を200万にしてみようかなとか、1000万を2000万にしてみようかなみたいなね、そういった風穴をもう心にね、どんどん開けてもらいたいなと思いますよね。はい、じゃあいってらっしゃい。